皆さん、こんにちは。みんな元気？マリコチャンネルです。今日はヘチマ水、今ね、ヘチマ水をいつもね、毎年作っています。ヘチマがね、ちょうど中秋の名月ぐらいにね、収穫するといいということですが、台風が来たりね、ちょっと遅くなっちゃいました。今日は10月3日、なお先生の誕生日ですけど、そんなになっちゃいましたけど、ヘチマ水を作るのに挑戦ということで、今日はね、農作業ということで、リンゴちゃん、赤リンゴちゃんと、よいしょ、青リンゴちゃんがアシスタント、イエーイ、パウ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 、ね、見える、ここに見ててね。ということで、ヘチマをね、毎年でもないけど育ててるんですが、ね、今年はアンジュちゃんがね、学校からなんともね、もらってきてくれて2本、それでなんか今年もヘチマ水作れるなと思ってやってます。で、まずね、下から70センチか80センチのところをカットするんだってね。下から見えるかな、じゃーん、メジャー70か80でカットやってみます。よいしょ、もうね、根っこから見える、70か80やったことある人いる？結構肌がね、綺麗になります。おすすめ。この辺から、この辺80センチ、ちょっとザクッといっちゃいます。ハサミがない。段取りが悪くてすみません。後ろからだとね、映んないんだよね。な、もう一回測ります。はい、70から80、うまくないね。もう80センチぐらいのところをハサミで、ちょっと長めにしとくね。この辺パチンと切ると、もうここからヘチマ水が出てくるのよね。それをペットボトルにこうやってね、入れるの。そう、よいしょ、こんな感じで入れとくと、また朝になると収穫できる。で、2本あるから2本やる。でね、こんな感じで土の中に埋めるの。見える？映ってるかな？映んないね。映んないよね。これはね、ここビニール？ビニールでこう袋をするよね。で、違うものが入らないようにテープで留めてすると、ヘチマ水が朝になったら取れます。で、今ちょっとなんかすでに、よいしょ、じゃあね、今からね、明日また撮影しますから、どれだけ入ってるかみんなに報告するね。これはこうやってね、入れてビニールを巻いて
テープで留めて土の中に固定ね、そんな感じです。面白くないって言われそうだよね。そんな日もあってもいいよね。あちゃ、はい、ということで、はい、じゃあ今日はおりんごちゃんと青りんごちゃん、赤りんごちゃんとなんだにらめっこ、今ね西日が当たってめっちゃ暑い。だるまさんだるまさんにらめっこしましょう。顔が見えないな。あらうっと負けよ。アップ、おお、またね、明日できるといいな。バイバーイ。